はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本をご紹介しています。でこれまでに400冊以上の本をご紹介していますけれども、まあ、基本的にはビジネスショーを中心にご紹介することが多いですで。その他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧ください。この動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらの「道を開くと」と いうタイトルの本になります。 この本は言わずと知れたというか非常に有名な経営者である松下幸之助さん、今の松下電器、パナソニック等の一世となっている方ですねの本になります。ちょっとこのご本人が書かれた本ではないと思うんですけれども、その松下さんの名言というかですね考え方について、基本的に見開き1ページで端的にその志とか思いというのを説明した本になります。例え 例えばですね、いくつかの章に分かれてるんですけれども「運命を切り開くために」とか「共によりよく生きるために」とか「自ら決断を下す時に」とか「仕事をより向上させるために」とか、まあ、あの基本的にはその、まあ、松下さんというのは経営者ですので、えー、経営とか、えー、まあ仕事に関する内容が多いんですけれどもそれだけではなくてですねやはりその松下さんが、えー、まあどのような志で会社を経営してたのかということがあの非常によくわかる内容になっていました。 でまず特徴としてはさっきも言いましたけれどもこういった見開き1ページで、えっと、内容が書いてあります。例えばこの,このページだと「縁あって」というタイトルになってますけれども、えー、なので非常に読みやすいです。 で内容としてはですねもうはっきり言って今の私がですねその、まあ、どういう内容かっていうのを、まあ、レビューするのもおこがましいぐらいあの非常に人としてまた経営者として真っ当なことが、まあ、あのいくつも書いてありますでもうあの私もですね読みながらたくさんドックケアをつけたんですけども、まあ、その中からあのほんの一部をご紹介したいと思いますで例えばですね、えー、と忍耐の徳と。 ページからご紹介すると何事においても辛抱強さというものが大事だが近頃はどうもこの忍耐の美徳というものがおろそかにされがちでちょっとした困難にもすぐ参って悲鳴を上げがちであるとでそしてちょっとこ,こ,こと志と違った時にはそれをこらえてさらに精進をしさらに力を蓄えるという気迫がまるで乏しくなりそのことの責任はすべて他にありとしてもっぱら人を罵り社会を責めると。 例えば、まあ、商品でも品物、商売で品物が売れないのは世間が悪いからだというのと同じことで、これでは世間は誰,にも,相誰も相手にしてくれないであろうと。とかですね、あのちょっと今、抜粋なんですけれどもあの、もう全くその通りですね。とか、まあ、自分の仕事という、えー、項目、まあ、あのページでは、まあ、どんな仕事でもそれが世の中に必要な、必要であれば、必要なればこそ成り立つので、世の中の人々が求めているのでなければ、その仕事は成り立つものではないと。 人々が街で手軽に靴を磨きたいと思えばこそ靴磨きの商売も成り立つのでさもなければ靴磨きの仕事は生まれもしないであろうとだから自分の仕事は自分がやっている自分の仕事だと,仕事だと思うのはとんでもないことで本当は世の中にやらせてもらっている世の中の仕事なのであるとここに仕事の意義があるということとかですね えーまあ、本当にあのどのページを開いてもなんていうのかなあの、まあ、自分の周りにいる高齢で人生経験を重ねて徳を積んできた方から諭、まあ、されているような、まあ、そういった内容があのたくさんこう詰められています。で松下さんというのは確かですねも、えっともとだったのか、えっとそのまあ、亡くなられる前、まあ、ある程度年を重ねられてからだったかちょっと記憶が定かではないんですけれどもどこかあの仏教の宗派、えー、に入門されてい とと思いますでとますすでで自身ですねその仏教に対してまあ勉強したりとか、えー、こう教養をまあ深めているところがあるんですけれどもまあ、そういった立場からするとですねあの人としてどうあるべきかというような視点が本当に詰め込まれたビジネス書だなということを感じました。 でこれまでの私まだ若いと自分で思ってますのでその経営に携わったりとか、えー、まあ経営について考えるということはあんまりなかったんですけれども特にですねやはり多くの人を導いていく会社を、えー、より社会に対しての価値が大きい形で大きくしていくとまあ、そういったことを考える時にですね、まあ、多くの経営者がこの松下さんの言葉に触れてまあ 会社がどうあるべきなのか仕事をどういうふうに進めるべきなのかそして人としてどうあるべきなのかということを、えー、まあこう求め探し求めるというのはまあ非常に画点がいくなということをまあ感じながら読んでいました。はい、で、あのー、まあ何度も繰り返しになってしまうんですけれどもあの今の私でですねこの内容を全て理解をして受け止められるような、えー、まあ立場 えー、自分の徳の積み方ではないので、あのーまあ、きっとですねこれは一生かけてこう読み解いていくあのこの松下さんがおっしゃっている言葉の意味をですね自分の経験とか、まあ、苦労とともにです、ね、深めていくというような、えーまあ、読み方をしていく本なのかなということを、まあ、あの改めて思いました。これまでですねパラパラめくって読んでたんですけれどもなかなかこのこう紹介するに至らないなとあの全然内容もわからないというかわ、まあ、からないかもしくは逆に もう当たり前のようにしか思えないというような状態でしたので、まあ、ちょっとレビューを避けてきたんですけれども、まあ、ちょっと今日はぜひご紹介をしたいなと思って紹介しています。あのまあ、多くの人がですねというか、まあ、誰が読んでもですねこの内容にあの反対とか批判とか、えー、を持つような内容ではないんじゃないかなというふうに思います。仕事ををを通通じじてててまた社会を通じて自分をより高めていくと まあ、あの多くの人々に、まあ、より貢献できるような人になっていくということについて、えーまあ、この本はあの、まあ、いくつ、まあ、数あるその、まあ、素晴らしい本の中でもあのより素晴らしいあの特に素晴らしい本なんじゃないかなということを感じました。 はい、今日は以上になります。えーまあ、これまでずっと本のレビューをしてきてますけれどもあのよろしければぜひチャンネル登録とか、えー、グッドボタンの方を押していただいてコメントの方もいただけますと、まあ、これからの活動の励みになりますのでぜひよろしくお願いします、はい。今日は以上です。失礼します。